あるパターン、よく例えば喉が痛いとか違和感があるとか何らかのエラーが起きてる場合っていうのは、これはこれ言っちゃったね、これこれいらない。この番組はキャラスポンサーでしょうな。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスヌイン様本でございます。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはと申しますと、デスボイスでよくある勘違い8選ということでお送りしていきたいと思います。まあ何を隠そう、私、デスボイスだったりホイッスルボイスだったり特殊な発声を結構得意とするボイストレーナーとして普段活動させていただいてるんですけれども、デスボイスってやっぱりこういろんな偏見と常に戦ってるんだよね。これやっぱね、デスボイスを操っている人あるあるだと思うんですよね。それ何々じゃないのみたいな、なんかそういう偏見とかとよく戦うことがあるみたいな、なんかいろいろ不思議がられるみたいな、これ非常にあると思うので、このね混沌としたデスボイス界隈でよく言われる勘違いだったり皆さんが思ってる勘違いっていうのを、まあ、今回の動画で8つ挙げて全て払拭していきたいと思いますので、特にね最後の項目がね僕の中で一番大事なんで、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいと思います。こんな感じでこのチャンネルでは日々ボイトレの動画とかリアクション動画とか上げておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。あとグッドボタンこの時点で押してもらえるとめっちゃ嬉しいので、ぜひそっちもお願いします。ということで行ってまいりましょう。さあ、ではデスボイスに関するよくある勘違い一つ目は、選ばれし人しか出せない、これです。これあるあるじゃない？これまさに僕がそうだったんですよ。僕がデスボイスを初めて生で見たのが19歳ぐらいの時なのね。18歳か19歳の時、大学生の時ですよ。その時にね、まあ、大学の先輩がさ、学園祭でデスボイス出してたので、デスボイスって出せるんだ大学生でもと思って今思うとアホやなと思うんですけど、でやっぱ多分今ほどさ YouTube とかさ、その SNS とかも発達してなかったからさまあそういうのもあったんだろうね。すっごいこう珍しいものを発見してしまったみたいな感じでデスボイス初めて目の当たりにしたんですよ。そういう音楽もともと結構好きだったんですけど、やっぱあれはなんかもともと喉が特殊だったりとか才能がある人だけがたまたま出せるものみたいな、そういう認識でなんとなくぼんやりいたんですけれども、それがねやっぱね覆った瞬間だったんだよね。出せる人いるんだねみたいな、一般の人だしなみたいな感じで、その先輩に直接教えをこうてデスボイスを練習し始めたっていうのが僕のねルーツなんですよね。これを持ってる人非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、そんなことないからね。ごめんなさいね、結論ちょっと遅くなっちゃったんですけど、これはね結論誰でも出せます。これ断言できます。誰でも出せます。僕も日々レッスンする中で生徒さんによくお伝えするんですけど、最終できるんで僕は何も心配してないんですけどねってお伝えすることも多いんですけれども、それぐらいね誰にでも正しいフォームを覚えることさえできれば誰でもできます。例えばもう根本喉に損傷があるとか特殊な状態じゃなければ基本的に誰でも出せます、アプローチが合っていればね。なのでまずこの1つ目、選ばれし人しかできないっていうのはもう大きな間違いですので、ここはもう頭の中をもう誰でもできるんだっていう風に認識を変えて、躊躇してた人とかっていうのは練習に取り組んでみたりとか、練習してる人ももう現状練習をしてみてるって人も自信を持って練習に取り組んでみていただければと思います。さあ、デスボイスに関するよくある勘違い2つ目、喉が痛い、これでございます。まあこれもそうだよね。で、勘違いってことなんで、これも、違います。痛くありません。これもまあ正しくできている前提ではありますが、痛くありません。まあ、やっぱり痛い発声っていうのは間違ってます。基本的に。痛かったり、あとは違和感があったりとか、あと、痛くはないけれども、使い続けてたら、なんかあんまり良くなさそうだなとか、喉枯れそうだなとかね。そういうのも良くないものに含まれます。で、やっぱりね、喉の中っていろんなね、組織があって、痛いとこと痛くないとこと、使っていいとことそうじゃないとこっていうのがあるんですけれども、やっぱね、痛みっていうのは防御反応なんで、使っちゃいけないとこなんですよ。で、デスボイスをやるにあたって、まあ必要な組織っていうのが複数箇所ね、あるんですけれども、その部分だけを稼働させることができれば、痛みっていうのは感じないです。まあなんか例えばさ、これが喉の中だったとして、で、この指の一本一本がなんかこう、喉の中の組織だと思ってもらってイメージするとしたら、こうやって本当は例えばですけど、デスボイスで使いたいのがここだけだとするじゃないですか。ここだけ、この中指と薬指のここだけ使うとデスボイスになりますよみたいなイメージだったとするじゃないですか。で、そうした時によくあるパターン、よく例えば喉が痛いとか違和感があるとか何らかのエラーが起きてる場合っていうのはこうなってんのよね。結局喉が閉まってるから、喉全部が閉まっているので、この使いたいこの箇所っていうのは
含まれているけれども、他の余計なとこも一緒に使っちゃってんだよね。うん。こうやって皮潰してる感じ。こうもう全部いってるから、皮潰れてるけど、お手で痛いってなっちゃうみたいな。まあ、それ以外のとこもめっちゃ面積無駄だねみたいな。まあまあ、皮潰すときは別にこれでいいんですけど、皮の例えで言うともう、こう潰したいんだよね。皮のいるとこだけこうしたいんだよね。ここだけで皮を潰しに行きたいっていうか、そういうイメージなんですよ。だから、こうしなきゃ、こうすれば痛くないんだけど、こうすることによって、ここも稼働させてるみたいな人が、まあ、ほとんどですよね。やっぱね、こうすんのはね、繊細だしね、難しいんですよ。デスボイスってなんか、音のイメージ的にさ、なんかこう、荒くれ者じゃん。荒くれ者だから、オラオラオラってやるのかと思ったら、もう、すごいもう、めちゃくちゃもう、ネクラだから、もう、ヒュンって。すごい繊細な意外と作業だったりしますね。ここは音とはちょっと裏腹ですね。だから、痛くないところだけをピックアップして、強くしていって、よりかっこいい音にしていって、っていうような、作業を繰り返す必要があります。で、だんだん良くなっていくっていうような感じになります。やっぱりその練習している時に痛みを感じる違和感がある状態っていうのは、まあ、これはもう 100% 良くないです。ただ、その痛みは、そのいいアプローチの中でたまたま起きちゃってる痛みっていう可能性もあるんですよね。で、いいアプローチがどんどん進化してって、本当に痛み取れるみたいなこともあります。この辺はね、ちょっと自主練での判断は結構難しいんですけれども、まあそういう時もありますと。で、ただ、この正しくないアプローチの痛みが慣れていって痛くなくなるとかっていうのは、まあ90% 以上ないので、たまーにあるんですけど、ほとんどないので、まあ、そこはもう信頼は置かないで、慣れてくっていう考えは捨てて、注意しながら、痛みに注意しながら練習していってあげるようにしてあげてください。さあ、デスボイスに関するよくある勘違い3つ目は、出し方が一通りしかない。こちらでございます。これ出し方っていうのは、まあ、方法論ってことですね。そのアプローチの仕方が、で、別に無限にあるよってことです。いい状態を作るために、人によってこれアプローチを僕も生徒さんによって変えるし、適切なアプローチってのは変わってきます。その人の喉の状態、普段の癖によって変わってきます。だから、やり方にこだわる必要はないですよってことですよ。なんかよくあるパターンとしては、なんか、裏声ジボイスから、こうなんか息通していこうとかさ、なんか、ってこう、咳払いから、行くぜとかね、いろいろ、まあ有名な方法とかってあるんですけれども、やり方にも全然こだわんなくて、いいですよ。そこの一通りじゃなくて。ただ、いい状態っていうのは一通りしかないです。そこに行くまでの道のりがいろいろあっていいんですけど、最終なるものっていうのはもう別に同じになります。で、これに関連して、なんかその、前もこれ動画で何度か言ったことあるんですけど、なんかフォールスコードスクリームとかフライスクリームとかって言葉があるじゃないですか。これもね、こだわらなくていいです。こだわらなくていいというか、フライスクリーム、フォールスコードスクリームに関しては、もう現状ないです。そういったくくりはする必要がないというか、もうそういうものがないです。フライとかフォールスコードっていうのはもう存在しない。日々、この喉の中を実際内視鏡で見たりとか、研究とかを重ねていく中で、まあないですね。そういったものはまあないかな。まあ現状ですけどね、そのフライスクリームっていう出し方、フォールスコードスクリームっていう出し方なんてものはないし、でもそもそも、そういうくくりはもうないです。喉の働きとして、別に分かれないです。分かれる瞬間がないので、もうそういうものもないというふうに考えていただいていいです。まあ、これはちょっとこぼれ話というか、関連したところなんでちょっとお話しさせてもらいましたけど、ということで出し方が一通りしかないなんてことはないので、いろんな視野を持って練習を進めてあげると良いと思います。さあ、半分参りました。折り返し地点ですね。デスボイスに関するよくある勘違い4つ目は、音量が出る。これでございます。うん。音量は出るものもありますが、出ないものもあります。なんか、要はデスボイスってでかい声みたいなイメージがある人とか、うん、練習をしていて音量が出てしまう。ね。音量がでかくないと出ないみたいな人も、多いと思いますし、まあ多いですね。多いです。なんですけれども、これもまあ違います。コントロールで、これはいくらでも操作ができます。皆さん、普通に小さい声出せますよね。小さい声も出せれば大きい声も出せるじゃないですか。で、デスボイスも別に声なので、これはね、絶対コントロールできます。もうこれとか、マジでちっちゃいからね。もう話し声ぐらいのレベルですよ。まあ、それぐらいの脱力感でもって出せてます。まあ、これはね、いきなりこれは無理ですよ。最初は、こう、大きい音量とかで練習してって、だんだん省エネができるように。なっていくんですけれども、とかもあれば、みたいな、割と大きい音量でもある、みたいな感じで、ここはやっぱこう、コントロールできるんですよね。だから、音量しか出せない、みたいなのも、ちょっとずれてる可能性が
高いだし、今までそういうイメージを持ってた人っていうのはこれは変えちゃっていいです。いいですが、セオリーとしてはまあ、ある程度ね、出しすぎなくていいですけど、ある程度音量は最初は確保しながら練習してあげた方が、まあ、セオリー的にはいいので、まあ、そういうこともあるよと頭に入れつつ、練習に励んであげてください。で、これに関連して、5つ目いっちゃいますね。デスボイスに関するよくある勘違い5つ目が、音量が小さい、ということです。まあ、4つ目の大きいの逆ですよね。小さいイメージがある人。まあ、これはあんまいないか。小さいイメージがある人はあんまいないかもしれないけど、小さい音量でしかデスボイス出ない人っていうのはね、結構いるんですよ。で、デスボイスは、小さい音量じゃないと出ない状態っていうのは、ちょっと、基本的にはずれてます。うん。で、さっきお話しした、大きい音量でしか出ない方が、どっちかっていうと、いいことが多いですね。ちっちゃい音量でしか出てない状態っていうのは、すごく簡単に言うと、やっぱ喉が閉まってることが多いですね。まあ、喉が閉まってるから、喉の空間が狭くて、音も響かないし、息も吐けないし、まあ、イコール音量が出ないみたいな感じになってることが、まあ、かなり多いですね。なんか、あー、あーみたいな、こういう風な感じになってる人が、まあ、非常に多いので、これは要注意項目かなと思います。まあ、四つ目と関連させて、音量が大きくしか出ない、ちっちゃくしか出ないっていう状態は何かしらのエラーが起きてる可能性が高いとか、まあ、大体起きてるので、ちゃんとその音はコントロールできるかなってところに着目してあげると良いのかなと思います。さあ、残り少なくなってまいりました。デスボイスに関するよくある勘違い6つ目は、エッジボイスが必要。これですね。これは、これ言っちゃったね、これ。これいらない。いらないです。まあ、いらないってとこ入りますね。できてもちろん損はないし、そのアプローチはありだと思いますよ。うん。僕もね、最初はこれで練習してたりとかして、一定の効果は得たし、生徒さんにやってもらうこともあります。必要な人に関しては全然ありますので、全然いいと思うんですけれども、なくても全く問題ないですね。全然必須ではないものです。ので、そこは、安心してください。エッジボイスできない人ってね、結構多いんですよ。エッジボイスって声帯の振動、なんですけれども、火星体がこう巻き込まれてしまって、火星体の振動になってる人とか、声帯がうまく合わさらなくて、エッジボイスにならない人とか、結構多いです。多いですが、そういう人でも、別のね、さっき何個目かの項目からお話ししましたけれども、アプローチは一つでは全くないので、別のね、入り口から、糸口から行ければ、もう全く問題なく最終ゴールにたどり着くことができるので、まあ、エッジボイスできないから、デスボイス諦めようとかはもう全く思う必要ないですね。ただ、あった方がいいっす。さっきも言いましたけど。あった方が絶対有利なんですけど、あった方がいいという立ち位置のエッジボイスを練習する時間を、普通に別アプローチで、もうシャウトの練習に当てた方がいい場合が多いってことですね。これ人によりますけどね。エッジボイスやったら絶対すげえ良くなりますよって人にはエッジボイスやってもらうんですけど。うん。まあ、そういう立ち位置でございます。さあ、残り2つ駆け抜けてまいりましょう。デスボイスに関するよくある勘違い7つ目は、すぐにできる。これでございます。すぐにはできん。すぐにはできんのよ。だって発声だもん。なんかこれさっきもお話したんですけど、デスボイスって一発芸感あるんですよ。なんかやっぱさ、うりゃーとかさ、うりゃーとかさ、ブルーンとかさ、やるからさ、大雑把なのかなって思うでしょ。なんですけどね、別にそんなことないんだよね。さっきお話した通り、使う箇所で言うとやっぱね、繊細ですよ。だから下手したらミックスボイスとかより繊細かもしれないですよ。なんでかっていうと、喉に痛めるリスクがやっぱ非常に高いので。特に独学とかにおいては、そのリスクをいかに避けるかってポイントだと思うんで、やっぱこうじわりじわりとね、歩んでいく必要がありますよね。で、もちろんその第一線で活躍されている方々、昔から活躍されているプロの方々とかも多いですし、ものすごくこう、迫力のある凄まじいシャウトとかされるじゃないですか。ですけど、やっぱりあれってだんだんいろんな練習とかいろんな考えをしてできるようになったものであって、で、かつやっぱ上手いから目立っていて注目をされて、その人の発声っていうのが認知されているわけであって、それをこうとりあえず真似するだけ真似して、結果なんか痛めちゃっただけとかになって、習得諦めちゃって、で、諦めちゃった人って別に世間、いや、わからないじゃないですか。だからその存在わかんないじゃないですか。だからそう散っていってしまった人って多分めっちゃいるんじゃないかなって思うんですよね。だから、やっぱ普通の発声と同じような扱い、あるいはそれ以上に、ちょっとこう、繊細くんだと思ってあげてほしいんですよね。デスボイスくんのことをね、ぜひ。だからちょっと時間かかるかもな、ぐらいの感じのことは、心で思いながら、トライしていった方が、精神衛生上も良いと思います。
さあ、ということでラストの項目やってまいりました。デスボイスに関するよくある勘違い。ラストの8つ目。クリーンと関係ない。こちらでございます。もう関係しかない。マジで。関係しかない。はい。というね、もちろんね、物事には例外というものがありますから、関係ない部分っていうのも存在しますけれども、多くの部分はね、関係してきますよ、これは。僕もね、要は普段デスボイスのレッスンをメインでやらせていただいてますが、ほとんどクリーンのレッスンと言っても過言ではないぐらい、クリーンの土台がやっぱり大事なんですよ。まあ、クリーンっていうのは普通のね、普通の歌声、いわゆる普通の歌声のことですけれども、これがね、やっぱり良くない発声、しまっている発声、力んでいる発声になってしまっていたりとかすると、いい歪みもなかなか誘導できないので、クリーンの土台っていうのを、しっかり作っていくことが多いですね。で、これ逆もしかりで、歪みがある程度、いい状態を作ることができれば、逆説的にクリーンの状態が整っていますよ。整ってきていますよってことも言えるので、まあクリーンはもちろんやるんだけど、歪みの練習もね、がっつりやりながら、その中で、戦いの中で成長している理論で、クリーンが結果的に良くなる、寝ないみたいなこともあります。それぐらいズブズブですよ。クリーンとデスボイス。なんか、すごい簡単に言うと、クリーンで良くない部分、その人が持ってる良くない部分が、歪みを入れることによって、より目立っちゃうような感じなんですよ。なんか4倍5倍ぐらいのイメージで、そこがね、膨らんじゃうイメージなんですね。悪いところが、こうなんか、加速度的に、指数関数的に増えちゃうようなイメージ。例えば、クリーンであんまり良くない発声をしていて、喉は痛くないですよとするじゃないですか。痛くないというか、痛みに気づかないレベルのダメージなんだけれども、痛くないレベルのダメージがある状態で常にクリーンに発声してると。するじゃないですか。で、その人が、そのままデスボイスの練習に入ってしまうとどうなるかっていうと、その、今までクリーンでは感じていなかった喉のダメージが、歪みを入れたことによってめちゃくちゃ増強されて痛みとなって現れるんですよね。だからこれクリーンで痛みが1しかなかったとしても、デスボイス、シャウトをその人がするよってなった時には、それが5ぐらいになるのよ。だから、これは、クリーンの段階での、この良くない成分っていうのを、まずゼロにしないといけないですね。ゼロにした上で、歪みを入れてあげれば、0かける、まあ4かけても5かけても0ですから、痛くないんですよ。要は、いい発声になれるんですよ。まあこんなイメージかな。簡単に言うと。っていうので、かなりズブズブです。まあもちろんさっき言った通り、歪みの練習から入ることは全然あるし、その状態でできるだけ、負荷、少なく、ほぼなくっていうのも全然できるんですけれども、基本的にはズブズブなんで、この土台の部分、土台のクリーン、普通の歌の部分、普通の声の部分を良くしていくっていうのはすごい大事なピースになります。歪みとは関係なさそうだからクリーンの練習はしていませんみたいなっていう人っていうのもまあいるともしいてもいいと思います。それはそれでめっちゃかっこいいんですけれども、もしかしたら意固地にならずクリーンの練習すると思わぬところでシャウトの伸びがあると思うので、ちょっとこれも覚えておいてもらうといいかなと思います。この項目は僕が一番伝えたいことでございました。さあ、ということで、以上、よくある勘違い、デスボイスに関するよくある勘違い8選お伝えしてまいりました。なんか皆さん勘違いしてたことありました？ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。あと、これもよくあるよね、みたいな、あるあるみたいなのも書き込んでもらえると、とっても嬉しいです。いつもコメント見てます。ありがとうございます。あと、今回みたいな動画参考になりましたよ、よかったよっていう方は、ぜひグッドボタンと、あと、チャンネル登録もまだお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスの兄様本がお送りいたしました。バイバイ。